皆さんこんにちは、イッコロのレトロな趣味部屋のイッコロです。ラガシア引き物第112弾はこちら。やってきました、初セイントセイヤ超ピカマグネステッカーでございます。112弾かかって初の出場でございます。やっぱね、昭和を語るならセイントセイヤがないとね。さあ、そして今日の小話はね、セイントセイヤに続き男セイントセイヤのドラゴンクロスでございます。さあ今日はね、このドラゴンクロス2つ紹介したいと思います。今日の小話はね、これね、確か 2番目やったかな、発売されたの。多分とりあえず僕が、持ってたものをね、紹介しようと思って買ってみました。まあこれはおいおい今日の小話で紹介していきましょう。さあそれでは、どんなものが取り出すか、こうね、中身は全部どういうことでしょうか。中身は全部全部キラってことかな。さあそれをね、確認もしていきましょう。それでは早速1枚からスタート。よくわかりませんが、マグネと書いてあったのにシールと書いてありますね。袋は一体どういうことでしょうか。はっ、あ、マグネットだよね。サジタリアスですよね。もううる覚えやな。ってことはこれ袋は使い回しやね、多分シールの。これはブラック的なクロスをつけたやつね。ブラック的なお、来ました、せいや。何だっけな、名前全然忘れてるわ。せいや、とりあえずせいや。あ、来ました、シリュウロザンローザンパ、違うわ、ロザン昇竜派、ロザン的なね、技ですよこれ。滝の水がすべて遡っていく技ですよこれ。いやマジ断片的しか覚えてないな、あんだけ好きやったけど。はっ、あ、これ何やった、ムーミン的な名前やったような気する。ムー大陸、違うな、あ、ミューじゃない、ミュー。はっ、あ、よいしょ。はっ、お、誰これ、え、俺の記憶にこんなやつおらん。はっ、あ、シャカじゃない、シャカ。はっ、あ、この人は、え、こんな人やった、これミワさんじゃねミワさんじゃね、いや違うか。はっ、あ、ペガサスのクロスやん。いやかっこええわ。クロスってやっぱりこう人につけるよりこうやってクロスのまま置いとくのがかっこいいよね。はっ、あ、これはあれやね、一番初めにやられるやつじゃない、12迷宮で。はっ、これは獅子か、名前が全然出てけへんわ。獅子座のやつや、多分レオか。はっ、おいしいよね。はっ、あ、3連チャン、なんやねん。はっ、4連チャン、どんだけ好きやねん。うわ、ゴレンちゃん、レオ、ゴレンちゃん、レオって名前か知らんけど。はっ、あ、来た、スコーピオン、名前スコーピオか、スコーピオ、え、懐かしいな、こんな髪の毛ボサボサやったっけ。はっ、あ、ロザン昇竜派。はっ、あ、あれ一気マスク、目のマスクやめてほしいな。一気いいよね、一気好きやったわ。一緒やけど、印刷がずれとる。はっ、あ、三連ちゃん、いや、なんでこれ、これ三連、はっ、ん、出たー、レオ、いや、レオか知らんけど。はっ、お、なにこれ、あ、ドラゴンと、え、なにこれ、こんなんやった、フェニックスのクロスと。はっ、あ、来ましたね、お決まりのこのポーズね。せいや、はっ、あ、多いなこいつ。はっ、ん、あれ、なんか一気の翼ってこんなんやった、翼っていうかなんか違うような気がするな。はっ、うわ、待ったや、そんな人気やったっけ。はっ、あ、来た、これ釈迦じゃないな、
なんかカタカナの字やったぞ、名前。何やったん？メテルギウスみたいな。メビウス、違う。ヒポポタマス、じゃないな。カバやね、それ。三面如来、違うな。もう忘れた。あ、せいやで、終了しました。うわ、久しぶりに、この角プリ見た感じするわ。いやさ、レオ三昧やったけどね。なんやろ。ちょっと消化不良的な感じするな。眩しいね。初セイントセイヤ。さあ次はね、片付けして行きましょうか。クロスでね。引き物が終わったので小話に行きましょう。セイントクロスシリーズね。これね、もういつかやりたいと思ってずっとそのままでしたけど。でさっきも言った通り、これが多分2番目で、1987年ね、発売。こっちが3番目の1988年発売。この前に、第1弾目が、なんかね、ここが確か、透明のね、プラスチックかなんか中が見えてるような箱やったと思うんですよ。これが1番目やったんじゃないかな、と思います。じゃあちょっと開けてみましょう。これね、確か古いやつはね、ピカピカ光ってなかったと思うんですよね。こういう感じの。とりあえず、ペコッパやけどね。あー、こんなんやったかな。懐かしいね。ちょっとつけていこうかな、じゃあ。胸から。肩が。あ、これか。なんかちょっとチャッチね。はい。上半身 OK。そして。あー、こんなんやったねー。こう、パカッと開くやつね。あれ？こんなんやったっけ？組んでんのかな？すね当て。で、頭。あれ？こんな、頭伸びてたっけ？初期はこんなんやったか。そして、これ。ドラゴンといえば盾よ。この盾マジ欲しかったわ。実物大で。こうやね。これが、盾が割れる時のシーンなんて、感動もやったね。こうね。おーほほほほ。これはこんな、尻尾ついてたっけ？ここつくんやね。ほら。おかしいやん、これ。イカのゲソみたいな。これは違うやん。ドラゴンの主流くんです。絶妙なバランスを。じゃあちょっと、1988年もの、作りましょうか。これが、あー、見覚えあるわー、これ。いやー、これがあれやね。クロスが新しくなったバージョンのやつかな？確か。いやー、これはマジで。これね、今のガストが、スカイラークやった時代ね。おばあちゃんとかと一緒に行って、よくほら、レジの横におもちゃ売り場ってあったでしょ。そこでね、買ってもらったんですよ、これ。覚えてるわ。これは光沢がすごいよね。あ、この頃になると髪の毛もちょっと伸びとるもんね。かっこいいんじゃない？このシリーさん。よし、じゃあ行きましょうか。いやー、マジで懐かしいわ。これ頭ね。そうそうそう。あれ？なんかおかしくない？これ。室町時代の人みたいになってない？あれ？え、こんなんやったっけ？卑弥呼様的なんになってるやん。え、こんなんやった？まあいいや。ちょっとやっていこうか。開いて、通して、こうギュッとするんやけど。あれ、なんかかっこよくねえな、これ。え？こんなんやったっけ？次、お手て、立てね。あれ？違うよね。肩、あ、肩これやもんね。これ違うわ。これ後や。肩パッドの後。まず肩やわ。あ、こう。まず肩パッド。肩パッドの後でこいつか。おー、こうやね。はいはい。なんかおかしい思ったな。
はい、腰。ういー。いや、かっこいいやん。頭腹立つなこれ。そして、こっちので。そして、ガサン。ガサン。あれ、これ何？これ何や？いや、はい。はい、2つとも完成いたしました。胸板がデカだったな。まあ私が大事にしてた方はこっちやったような気がするな。ちょっとこっちはボテッとしとるね。こっちはスタイリッシュにな感じになっとるし、ペガサスよりもねドラゴン好きやったからね。さあ、じゃあこれをちょっとクロスのね状態にいうこともやってみましょう。完成しましたよ。ちょっと変なドラゴンやけどまあいいか。さあこれよね、問題はこいつ果たしてかっこよくなるのかな。二つ目も完成。定かではないね。手こんなんやった？あれ、なんかどっちもこんなんやったっけ感がすごいんやけど。これふざけてないこれ。着ぐるみ感っぽいよね。いやー、なんか懐かしさを通り越して逆に新鮮やわ。はい、ということで今日の小話はセントクロスシリーズのドラゴンクロスでございました。ということでこの辺で終わっときます。今日はね連続してセイントセイヤをしましたけど、皆さんもね持ってる人はいっぱい持っとったはずですけどね、そんな裕福じゃない家庭は1個買えるのが限度やったと思います。さあそれでは皆さんさよなら。穴なんてございませんけど、あーマックスまで広げた、壊れそうで怖いけどね。ちょっとこれを、え、なんかおかしくない？あ、こっち、え、なんかおかしい感じがする、なんかおかしい感じがする。あ、これは後か。あ、こうね。え？こんなある？こうか。ややこしいな。で、こいつか。おー、こうね。で、最後に頭。頭が難しいね。こうやもね。これを乗っけるだけっていうのはあれやけど。いや、おかしいな。上からフックに取り付けます。何を言ってんの？フック的な要素がないんやけど。ちょっとおかしいけど。ないんやもん、フックなんて。これを広げて挟むかね。これでいいや。うぃー。これはもう、人型のマネキンみたいなの、初めからついとんのね。背中？前？ここは太もものやつやね。頭？縦が後ろ。あ、ここでこのイカのゲソを使うわけやな。あ、やっぱこの使い方やってたよね。人間の時にするもんじゃないけど。腰を反対につける。こいつやね。これが手。こうか。ああ、こんなんやったような気がするね。
こんなんやったな。これどこや。あー、こうね。オッケー。二つ目も完成。